キム・ワンソンは韓国の歌手。1980年代中半から1990年代初頭にかけて韓国で絶大な人気を誇り、さらに日本でシルエット名義、台湾で金本蚊や名義でデビューした。2011年に韓国歌謡界に復帰した。彼女はキム・チャンフにプロデューシングした1986年に今夜でデビュー。 ダンシングクイーンと呼ばれるほどの高いダンス力を武器に、芝叩く間に、韓国最高のアイドルスターの地位を獲得し、ゴールデンディスク賞新人賞、KBS 歌謡大賞新人賞をはじめ、その年の新人賞を総なめにする。また、日本の朝日放送テレビのおはよう朝日ですにも、出演して、今夜を歌唱したこともある。その後も、順調に、ヒットを重ね、 1987年から1991年まで5年連続で KBS 歌謡大賞歌手賞を受賞するなど韓国歌謡界最高の人気スターとして君臨する。中でも1990年のピエロは私たちを見て笑うだろうは100万枚の売り上げを記録し自己最大のヒットを記録する。1989年にはシルエットの名義で日本デビューも果たした。 日本では、ランバダをカバーし、今夜の日本語歌し、一人にはの前で、などで活動し、コンサートを行ったこともあるが良い成果が残せなかった。1992年、今までのダンスポップのイメージから、バラード色の強い、哀愁を発表する。この年の11月以降、韓国での活動を休止。韓国歌謡界から事実上の引退をした。しかし、本人は後に、 引退宣言は企画された偽り引退だったと明らかにした。1994年に台湾に活動拠点を移し3枚の北京語アルバムをリリースする。台湾でのバラエティ番組にも多く出演し、高麗妹と呼ばれた。その後、1996年、2002年、2005年に韓国でアルバムをリリースして一時的ではあるが、韓国歌謡界に復帰する。 2011年4月に初の EP アルバム、スーパーラブで6年ぶりに復帰する。復帰後は、ミュージックバンク、開かれた音楽会、ショー、音楽の中心などに出演し、精力的に活動。10月には、Be In Quiet をリリース。この曲では、ビーストのヨンンジュヒョンが、フィーチャリングで参加している。1983年に、女性歌手、 インスニのバックダンサーとしてスカウトされ、3年間のトレーニング期間を設けて1986年にデビューした。これに影響を受けたのが、SM エンターテインメントの練習生システムである。イスマンがインスニのマネージャーだったハンベックフィからアドバイスを受けて、SM 第1号アイドルヒョンジニョンと、バワ,ワを2年間トレーニング期間を設けてデビューさせた。ありがとうございます。